はい、皆さんこんにちは。園芸チャンネルのゆうきです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、待ちに待ったペチュニアを一株でこんもり大きく育てるの第5弾をやっていきたいと思います。今日がですね、6月19日になります。以前撮影した第4弾が、6月の2日の撮影になりますので、約17日ですね、2週間、ちょっとですね、2.5 週間経ってるような状態になります。6月の上旬に梅雨に入ってですね、大きな雨にもですね、2回ぐらい会いました。で、今ですね、株がどんな状態になってるかを見るのとですね、もうですね、ちょっと切り戻しをしていきたい、ピンチをしていきたいと思いますので、ピンチの仕方について、動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひですね、梅雨を乗り切ってですね、また暑い夏にですね、こんもりさらに大きなですね、ペチュニアを育てるように、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。今日はですね、まず最初にですね、定点カメラで撮ってるですね、6月の頭から6月の19日までのですね、様子の、6月の頭からですね、今日までのですね、定点カメラの様子をまず見ていただきたいと思いますので、まずはそちらをご覧ください。どうぞ。はい。どうだったでしょうか？定点カメラの様子は。雨がですね、めちゃめちゃ当たってる様子もですね、見えたと思うんですけども、やはりですね、雨が何日も続くとですね、どうしても花びらが腐れたりとか、病気の原因になりやすくなったりすると思います。で、今の現状がどうなってるかですね、ちょっとこう、ちらちら、こう見えてるはいるんですけど、まずはですね、現状の確認をしていきたいと思います。はい。じゃじゃん。ここまで大きくなりました。はい、こんな感じでね、ここまでだいぶ大きくなりました。ちょっとですね、まず何センチあるか測ってみたいと思います。入るかな？大体です。大体端から端で直径が70センチ。はありますね。70から80センチぐらいあるような感じになってます。70センチかな。はい。実際に雨に当たってですね、どうなってるかもですね、見ていきたいと思います。でですね、様子を見ていきたいと思います。はい。どうしてもね、今日はですね、雨があまり降らなかったので、ある程度乾燥していますけども、梅雨の雨でこんな感じですね、咲き終わった花がぐちゅぐちゅになっちゃったりとかしてますね。ね、中の方はですね、まだ比較的ちょっとはカビが生えそうではあるんですけども、下葉をですね、前回でも取ってますし、最初のですね、定食する時にも株元の葉っぱを取りました。そのおかげでですね、あまり蒸れてはなさそうな感じがしますね、横から見ていきたいと思います。はい、こんな感じで、やっぱりですね、やっぱ下葉がですね、ちょっとこうやって茶色くなって漏れてきてますね。はい。こんな感じで。で、やっぱりこの、一本ずつを見てみると、だいぶ花首、茎が伸びてきました。なのでですね、やっぱそろそろピンチをしてあげるのと、でも梅雨のせいでですね、湿気が、やっぱしすごいので、株が蒸れてしまうのを防ぐためにピンチ摘心を今日はやっていきたいと思います。あとですね、今日6月の2日から今日6月の19日までの間にですね、1回6月の10日ぐらいに追肥をやりました。ちょっと本当は追肥をですね、もっと後にしようかなと思ったんですけども、葉っぱの色がすごく薄かったので、追肥をですね、6月の10日ぐらいに1回やりました。はい。
で、今日もですね、摘心をした後、ピンチをした後、切り戻しをした後にですね、追肥もやっていこうと思います。では早速、やっていきたいと思います。どうしてもですね、こんな満開にされてると、切り戻しですね、するのはやっぱし、もったいないかなと思っちゃうんですけども、これでも多分梅雨は超えれるかと思うんですけども、梅雨終わりのですね、後に、やっぱし、さらにもっと大きくするにはですね、この時期にですね、ある程度摘心をしてあげておいた方がいいのかなと思います。このまま梅雨が明けるんであれば、綺麗にこう保った状態を維持できるかと思うんですけども、またですね、長い雨に入ってしまうと、どん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 花びらが腐ってしまいます。まだですね、その2日とかぐらいの雨で終わっているので、そこまで腐れなどがひどくないんですけども、やっぱし5日とか、そのぐらいですね、雨とか雨模様が続くとですね、もっともっと腐れてしまいますので、まあ、この時期どうしても花はですね、傷みやすいこの時期なので、思い切ってですね、摘心ピンチをしてあげて、やっぱ梅雨が明けた後にですね、綺麗にですね、夏を飾れるように持ってきた方がいいのかなと僕は思います。じゃあですね、ちょっと早速摘心をしていきたいと思います。だいぶこう大きくなっているので、イメージとしては、この摘心するポイントとしてはですね、こんな感じですね、根元が切ると伸びています。で、こんな感じですね、葉っぱ、大きな葉っぱがこの辺ぐらいまでは大きな葉っぱがあるんですが、ここからちっちゃくなっています。この辺りですね、こうその葉っぱがですね、小さくなってくる辺りですね、こう切ってあげると、こんな感じですね、切ってあげるとですね、いいのかなと思います。で、ここまで大きくなってしまうと、一個一個ですね、葉っぱを傷つけずに切るのが難しくなってきます。本来であれば、切るときに葉っぱを傷つけて、こんな感じで葉っぱを傷つけてしまうと、どうしてもここからですね、病気の原因になるバイ菌が入ったりなどしてきてしまうんですけども、ちょっとここまで大きくなってしまうと、なかなかそれできないので、ある程度はですね、ちょっと仕方ないのかなと思って、ピンチをしていきたいと思います。イメージとしてはですね、こんもり丸く切ってあげるのをイメージしてください。こんな感じですね。どんどん切っていきたいと思います。で、この切ったですね、この茎とかですね、葉っぱとか花がですね、株の中に落ちないようにしてください。これがですね、中に入っちゃうと腐れる原因になりますので、なるべくならですね、中に入らないようにして切ってあげるといいと思います。こう持ってですね、切ってあげるといいのかなと思います。分かりにくいかと思うんですけども、こんな感じでね、最初に言ったように大きな葉っぱがここからですね、ピンチ摘心のポイントとしては、この大きな葉っぱがこうあるじゃないですか。で、この辺ぐらいはちょっと小さくなってきてしまうので、この辺りとかこの辺りで切ってあげるといいのかなと思います。なんでって言われたらちょっとですね、あれなんですけど、まあ僕だったらこうするかなっていう経験と勘ですね。で、切ってあげるとか、まあこういった葉っぱも大きいですし、十分にエネルギーをですね、蓄えれますし、あまりその茎の上の方で伸びてしまうと、こう見てもらうとわかるんですけども、こっちの茎は太いんですけど、こっちはすごい細くなっていますね。なので、この辺で摘心してしまうと、この横の側枝がですね、横の枝がどんどん伸びてきてしまうので、今度、こうどんどん重たくなってきてしまうので、こうですね、ポキッと折れてしまうようなこともあったりすると思います。なので、ある程度、太くなってる茎の上ぐらいでですね、
まあ、そしたら葉っぱがですね、ある程度大きいところですね。で、切ってあげると、一つのそれを目安として切ってあげるといいのかなと思います。あまりですね、考えすぎずに切ってあげるのがポイントだと思います。どうしてもですね、考えちゃうと、どこで切っていいか分からなくなっちゃうので、ある程度、いやーっていう気持ちですね。切ってあげれたら、切ってあげた方がいいのかなと思ったりしますね。はい、こんな感じですね。ざっくりある程度切り終わりました。でですね、もしできたらですね、こういった汚い花柄とかをですね、こんな感じで全部ですね取ってあげた方が本当はいいんですけども、ちょっとね大変ですよねこれね。ただね、まあ、これ本当だったらやってあげた方が、こういったですね、枯れたのとかやってあげた方がいいんですけども、ちょっとですね、実際にこのままやらなかったらどうなるか、多分大丈夫だと思うんですけども、こうやってね、黄色い葉っぱとかは取ってあげた方がいいですね。中の方は、外側の、こういったのを、こういった、花柄とか、額とかはですね、取るよりも、この中の黄色い葉っぱとか、こういった、腐ってる葉っぱはですね、なるべく綺麗に取ってあげた方がいいのかなと思います。蒸れるのは中、内側から蒸れてきますので、内側がですね、結構骨になるぐらいですね、綺麗に取ってあげてもいいのかなと思います。茎がね、骨になるぐらい、ね、取ってあげてもいいのかなと思います。最初のね、定食の時からですね、株元の下葉などを取ったりしているので、だいぶですね、株の内側が空いているような状態ですね。ちょっと中見てもらったらわかると思うんですけど、こんな感じで、株の中のですね、葉っぱはないです。ですね。で、徐々にですね、中の葉っぱを少しずつ減らしていくというような感じですね。どうしても中に葉っぱがあったとしても、それは光合成は全くできません。この上の緑の葉っぱに光が当たって、中の方にはですね、光がなかなか入らないので、どのみち光合成をすることもできないので、蒸れる原因もなる下の葉っぱ、下、株元の葉っぱはですね、取ってあげた方が長く大きく育てるためのワンポイントになるのかなと思います。この本当にね、さっきも言いましたけど、このこういったところを取るよりも、中のですね、黄色い葉っぱとかですね、こういった腐った葉っぱですね、をしっかり取ってあげた方が、その後のですね、生育にはすごく大事なのかなと思います。こんな感じですね。取ってみてください。はい。こんな感じですね。簡単にですけども、摘心を行いました。で、今回はですね、花柄、花の茎などはですね、取らずにちょっとですね、この今後どうなるかを見ていきたいと思いますんで、本当であれば取ってあげた方が丁寧だなと思います。ただですね、一鉢だったらいいと思うんですけども、何鉢もですね、育てたりとか、何十個も育ててたりとか、花壇に植えてるような方はですね、なかなかできないと思うんで、
ちょっと一番ね、最悪の、まあ、最悪なのは、この中の株の、中の株の下葉を取らないのが一番最悪なんで、それじゃなくてですね、まあ、できる限り最小限の努力でできるところをですね、今回これで試してやっていきたいと思いますんで、どうぞ皆さん見てみてください。で、あとですね、これに、声をやっていきたいと思います。今回ですね、こちら、IB 化成の大粒ですかね。一つが 0.5g ぐらいありますんで、4g ぐらいやっていきたいと思います。で、やるときはですね、なるべく均等にやってください。一箇所にですね、全部やるんじゃなくて、全部こう左右対称に、まあ、4等分ぐらいですね、均等にやってください。なんでかというと、こちらの根がですね、全部こちらのですね、花とか葉っぱとかの栄養になるとは限りません。なので、こう全部均等にやることで、全部の根が均等に栄養分、肥料を吸えるようにしてあげることで、株全体が養分をしっかりですね、吸うことができますので、なるべくなら均等に声を上げてください。でやるときなんですけども、ちょっとこう指で置いて、声がですね、本当の株元に行かないようにしてください。株元に声が行ってしまうと、肥料を負けする原因になったりもしますので、指でね、ちょっとギュッと押してですね、くぼみを作ってそこで動かないようにしてあげるといいのかなと思います。はい、これで肥料やりの完成です。はい、これですね、ピンチをしました。多分ですね、おそらく次咲いてくるのが、おそらく、2週間後ぐらいになります。今日が6月19日なんで、もしかしたら、梅雨が明けてるかもしれません。ですね、そのタイミングでまたですね、綺麗な花がですね、咲いてくるかと思いますんで、ぜひ皆さんですね、また定点カメラをですね、期待して、次回の第6弾を待っていてください。で、今回のおさらいなんですけども、ピンチをする、摘心をするときはですね、先端を切るんではなくて、結構バッサリですね、大きい葉っぱの根元ぐらい、付け根ぐらいですね、切ってあげるのがいいのかなと思います。もう一点はですね、中の蒸れた葉っぱは必ずちゃんと取ってください。それが病気の一番の原因になりますので、しっかり取ってあげてください。はい。今日はですね、ペチュニアを一株で大きくこんもり育てるの第5弾ということでですね、初めて花がある程度咲いてからですね、摘心ピンチを行いました。実際にですね、花を切るのはすごくですね、かわいそうだなと思ったりするかと思うんですけども、実際に僕もちょっと思ったりはするんですけども、やっぱりこれから先ですね、もっともっと大きく綺麗に咲かせるためにはですね、こういった作業が本当に大事になりますので、ですね、ちょっと躊躇せずにやるのが大事だと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。もし、いいねと思われた方はですね、ぜひ高評価お願いします。この園芸チャンネルはですね、実際に植物を育てながら、実際に植物がどうなっていくかをですね、動画を撮って配信しております。次回の第6弾、このペチュニアの第6弾もですね、気になるなと思われる方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。バイバイ。